地震の情報が入ってきましたのでお伝えします。先ほど東北地方福島県を中心に最大震度4の地震が発生しました。先ほど午後7時29分ごろ、福島県沖を震源とする深さ40キロ、地震の規模を表すマグニチュード5.1と推定される地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。ただ、この後も同程度またはそれ以上の地震が発生する恐れがあります。皆さん念のため警戒をお 続けてください。各地の詳しい震度をお伝えします。震度4を観測したのは、いわき市、大熊町。震度3を観測したのは、石巻市、名取市、角田市、岩沼市、留米市、東松島市、大崎市などです。先ほど午後7時29分ごろ、福島県沖を震源とする深さ40キロ、地震の規模を表すマグニチュード5.1と推定される地震がありました。 この地震による津波の心配はありませんこの地震による津波の心配はありませんただこの後も同程度またはそれ以上の地震が発生する恐れがあります皆さん念のため警戒を続けてください震度4を観測している地域があります先ほど午後7時29分頃福島県沖を震源とする地震が発生しましたこの地震による津波の心配はありません ただ、この後も同程度またはそれ以上の地震が発生する恐れがあります。念のため警戒を続けてください。各地の詳しい震度をお伝えします。震度三を観測したのは、宮城・川崎町、渡里町、山本町、枠谷町、白川市、相馬市、田村市、南相馬市、天英村、玉川村、福島・広野町、名村・名村・波浜町です。 富岡町、川村、川内村、双葉町、浪江町、新地町、飯舘村です。先ほど午後7時29分ごろ、地震が発生しました。こちら、茨城県日立市の地震発生時の様子です。情報カメラがですね、少し左右にぐらぐらっと揺れているのが分かります。 そして、まあ、風の音でしょうか、ゴーという音とともにですね。徐々に、徐々に、えー、カメラが大きく揺さぶられているのがわかります。左右に一時的に大きく揺さぶられています。地震、まあ、緩い地震からどんどん大きくなった地震なんでしょうか。少し長い時間のようにも感じますね。こちら、下日立市では、震度2を観測したということです。そして、こちら、福島県いわき市の様子です。地震発生時。 こちらでは震度四を観測しました。こちらも情報カメラの様子をご覧いただいています。七時二十九分頃ですね。この画面からはあまり大きな、あ今少し左右に揺れるような様子がありました。いわき市の地震発生時の様子をご覧いただいています。この画面からは電気が突然消えるなどの様子もなく、停電などもこの画面からはわかりませんが